野脇、影楼型駆逐艦。野脇は、大日本帝国海軍の駆逐艦。影楼型駆逐艦の、第十五番艦である。ミッドウェイ海戦では、空母赤城を雷撃で処分した。1944年10月下旬、人沖海戦で、従順地区間の救援中に沈没した。艦名は初代、野脇、初代神風型駆逐艦に続いて二代目。野脇とは、 台風の救命であり、初風から、毎風のうち、のわけのみ、風の字がつかないが、風の名前に由来している。駆逐艦のわけは、影楼型駆逐艦の丸三計画での最終艦、15隻目。影楼型は次の丸四計画でも4隻建造され、計19隻、仮称第31号艦として、舞鶴海軍交渉で、建造開始。年、 昭和14年11月8日帰港。1940年、昭和15年8月30日に、野脇と命名される。同日府で、影楼型14番艦谷風や練習巡洋艦菓子、測量を貫畜し等も命名されている。野脇は9月17日に浸水。なお登録上は、野脇が影楼型15番艦で16番艦は嵐だが、帰港、浸水。 春光のいずれもの分けより、嵐の方が早い。11月15日、日本海軍は、駆逐艦有明、村保、篠呑艦長等を歴任した、小賀孫太郎中佐を野分偽装委員長に任命する。同時期、野分偽装委員事務所を設置。1941年、昭和16年4月9日、小賀野分偽装委員長は正式に、野分初代駆逐艦長となった。 同日府で、野分寄阜院事務所を撤去。4月28日、野分けは竣工された。横須賀鎮守府席。同日府で第四駆逐隊に編入された。第四駆逐隊は3月31日に、影老型姉妹艦二隻、嵐、萩風、駆逐隊司令、佐藤虎次郎大佐で編成されたばかりだった。 野分けは6月3日から6月10日まで、第四駆逐隊司令駆逐艦に指定された。6月18日末で、佐藤、四駆司令は、第十五駆逐隊、親潮、夏潮、早潮、黒潮司令へ転任。後日、佐藤は、軽順陣通艦長。陣通沈没時に戦死、新たな第四駆逐隊司令として、有賀工作大佐、前職、 第11駆逐隊司令が任命された。7月1日筆、野分けは一旦第4駆逐隊から外され、練習圏警備駆逐艦に指定された。7月15日、影楼型18番館前風が竣工した。9月1日、2隻、野分け、フ風は、練習圏警備駆逐艦に指定。10月31日筆2席、野分け、舞風は、 第四駆逐隊に編入された。太平洋戦争開戦時、影浪型最新鋭艦4隻、の分け、嵐、萩風、舞風、第4水雷戦隊、司令官、西村昌治少将、帰還中、第四駆逐隊、司令、有賀工作大佐、司令艦嵐を編成し、南方部隊本隊、指揮官、藤野武第2艦隊司令長官、帰還あたご、第4戦隊、 アタ高タ第3戦隊、第2小隊、金ンゴ、春名、第4駆逐隊、第6駆逐隊、第1小隊、アカツき、第8駆逐隊、朝サシオ、オオシオ、マンチに所属、カムラン湾方面で南方作戦を支援する。南方への進出の際、第4駆逐隊は、文後水道で試験公開を行うヤマト型戦艦一番艦。 大和と遭遇した。なお第四水雷戦隊には、第四駆逐隊の他に、第二駆逐隊、村雨、夕立、春雨、サミダレ、第九駆逐隊、朝雲、山雲,雲、夏雲、峰,峰雲、第二十四駆逐隊、海風、山風、甲風、涼風が所属していた。開戦初日に、ノルウェー戦ヘリウス号を打歩し、これが、日本軍の打歩第一号となった。 1942年、昭和17年2月下旬、第4駆逐隊、第1小隊、嵐、野分け、三上中田部隊本隊は、セレベスト、スターリング湾を出発して、ジャワ機動作戦に参加。ナグモ機動部隊に編入された第4駆逐隊、第2小隊、ハギ風、マイ風とは別行動を取った。第一正隊嵐、野分けは、第四戦隊、アタゴ、タカオ、 マヤと共に行動し、ジャワ島南方へ進出。通称破壊作戦を実施、オーストラリアへの脱出を図る連合国軍艦艇船舶の阻止を図った。第四駆逐隊、第二小隊、ハギ風、マイ風は、ナグモ機動部隊に編入されて、別行動である。三月一日、有リガ式の第四駆逐隊、第一小隊、嵐の訳は、昇船三隻。 輸送船2隻を撃沈し、商船便と A 半号を、1000トンを、ダホ、3月2日、3隻、マヤ、嵐、の訳は、共同で、A 駆逐艦ストロングホールドを撃沈、4船体、アタゴ、タカオは、駆逐艦ピルスバリーを撃沈した、日本側は、軽巡マーブルヘッドと5人。3月3日、第4駆逐艦隊、嵐、のわは、 アメリカの砲艦アッシュビルを撃沈するなど戦果を挙げた。同日正午、駆逐艦早城と輸送船の東英丸と合流して補給を実施する。3月4日、各艦は共同で、オーストラリアの護衛艦やら、総海底一隻、輸送船一隻、輸送船一隻を撃沈した。一連の戦闘を、チラチャップ沖海戦という。内地に帰還した後、 野わけ一家第四駆逐隊は4月18日の同リットル空襲に遭遇、第一小隊、嵐、野わけは空母小をの横須賀機頭を援護した。続いて、長雲機動部隊警戒隊、第十戦隊機関ながら、第十駆逐隊、風雲、遊雲、周雲、県雲、第十七駆逐隊、谷風、裏風、浜風、磯風に編入され、 1942年6月のミッドウェイ海戦に参加する。第4駆逐隊は、南雲忠和中将が指揮する主力空母4隻、赤城、香川、総流、飛竜の直江警戒艦として参加した。赤城被弾炎上後、第1小隊、嵐、のわけは、赤城の警戒救援に従事する。なお戦闘商法では、南雲長官、草坂龍之助参謀長、 ゲン実ミノル参謀等を救助するための訳が赤に,に接近したとしている。戦死総書によれば、名雲司令部は野わけに異常した後ながらに送り届けられたとている。だが、草加竜之介機動部隊参謀長や司令部不信号兵や戦場カメラマン、従軍記者の証言によると、名雲司令部は駆逐艦を経由せず総裁邸で直接ながらに移動したらしい。草加は、 駆逐艦のない家庭を使って、ながら移動したと回想している。午前8時以降、南雲長官は、ながらに、正気を上げ、第二航空戦隊、山口多門少少式の空母飛流を追いかけていった。10時38分、赤城のご新鋭、昭和天皇の写真をのわけに写す。16時30分前後、青木大二郎赤城艦長は、総員退居を、加齢、生存者は嵐。 野わけに異常を開始した。19時30分、救助終了。乗員163名救助。赤木戦死者は221名。四駆第二小隊、萩風、舞風が、加賀の沈没を見届けて、四区第一小隊、嵐、の脇けに合流すると、四隻は、山本56連合艦隊司令長官の命令を、受け酸素魚雷で、赤木を自沈処分とした。 赤木に命中したのわけの魚雷は不発だったという。連合艦隊主力部隊と合流後、第四駆逐隊は赤木、加賀生存者を戦艦長と道の区島に移乗させた。また直後のアリューシャン攻略作戦を支援するため、北方海面に進出したが快適せず、7月12日に日本、葛島白地へ帰還している。7月14日、 艦隊の再編が行われ、第四駆逐隊は、第三艦隊、十戦隊、司令官、木村進武少将、機関ながら、第四駆逐隊、第十駆逐隊、第十六駆逐隊、雪風時津風、天津風、初風、第十七駆逐隊に編入された。第四駆逐隊転出後の、第四水雷戦隊には、第二十七駆逐隊、しぐれ、白露、夕暮れ、 有明が編入されている。1942年8月7日、アメリカ軍はガダルカナル島とフロリダ諸島に上陸し、反抗を開始していった。8月19日、有り司令式の下カゲロウ型六隻、嵐、は風、ふ、かげろ谷風、う風、浜風,風は、陸軍一騎士隊ガダルカナル東洋陸に成功する。その後も、 同海域に留まっていた第四駆逐隊萩風が空襲を受けて損傷、長期離脱した。一方、第四駆逐隊、第二小隊のわけ、マイフーは第三艦隊、前衛部隊に所属して8月下旬の第二次、ソロモン海戦に参加。24日、第11戦隊機関比例、司令官、安倍光気少将の名を得として行動していた分は敵潜水艦に 爆雷攻撃を行うが、5人であった。マイフーは、戦艦霧島の護衛中に爆撃を受けるが、2隻とも、損傷はなかった。一連の海戦で、日本海軍は、空母竜城、駆逐艦無月、輸送船、金辰丸を喪失、水上規模艦地都勢、軽巡人数が中破、ガダルカナルトへの輸送作戦も失敗して敗北した。9月上旬。 野わけは輸送戦闘アマルの護衛任務を命じられる。護衛任務終了後の9月29日、有賀司令は、毎風に異常するとのわけを率いて、トラック白地発、ソロモン諸島へ進出した。10月3日午前6時、第4駆逐隊、マイフーのわけは、水上規模艦日清、丸山正夫中将以下陸兵330名、軍需品搭載を護衛して、ショートランド白地を発。 21時前後に、ガダルカナレ島北西部のタサファログに到着して、揚陸に成功した。だが、アメリカ軍機の空襲を受けたため、急遽最新鋭の秋月型駆逐艦に一番艦、秋月が派遣された。秋月は4日、冷明に輸送隊、日清、のわけ、マイフート合流、アメリカ軍機を撃退しつつ、ショートランド白地まで護衛を行った。10月6日、 駆逐艦6隻、第4駆逐隊、マイフー、ノ分け、第19駆逐隊、裏波、敷波、第10駆逐隊、周運、剣運で、陸兵550名、舞鶴第4特別陸戦隊150名、軍需物資をタサファロングに送り届ける。10月9日、慶潤立つた、駆逐艦5隻、第4駆逐隊、マイフー、ノ分け、第15駆逐隊、親潮。 黒潮、早潮で、第十七軍司令官、百武春吉中将以下約七百七十名と、軍需物を揚陸する。キロ、アメリカ軍機、戦闘機二十艦爆9、艦航六に襲撃されて、野分家は十一名の死傷者を出したが、艦そのものの損害は警備だった。第四駆逐隊、マイフー、野分家は、一旦ネズミ輸送任務から外されて十月十七日。 ショートランド発、10月19日トラック白地に、その後の嵐、マ毎風は、南雲機動部隊本隊の護衛、野分けは、燃料補給部隊護衛任務を与えられた。10月26日、野分けは、南太平洋海戦に参加する。海戦ののちくちく艦部隊、嵐、野分け、秋月、周雲、第17区畜隊、裏風、谷風、浜風、 磯風は、孫昌艦、昇閣、随宝、熊野、ち馬を護衛して、日本に帰還し、各艦は11月6から7日に、母港へ到着した。休養、補給、人事移動後の11月21日、第四駆逐隊、嵐の訳は、横須賀を出港して、大分へ、開港、23日に揚陸艦秋津丸を護衛して、内地を出発し、 12月1日ラバウルへ到着した。到着後は外内容増援部隊に編入され、ネズミ輸送、ドラム艦輸送に従事した。12月3日、第二水雷戦隊司令官、田中雷蔵少将の指揮下、第二次輸送作戦、親潮、黒潮、影楼、巻波、長波、高風、涼風、嵐の分け、夕暮れを実施するが、駆逐艦巻波が空襲により損傷した。 12月7日、第15区畜大司令、佐藤虎次郎大佐の指揮下で、第3次輸送作戦、嵐、野分家、長波、親潮、黒潮、影楼、裏風、谷風、高風、両風、有明を実施するが、ガダルカナル島付近でアメリカ軍機の空襲を受けた。野分家は全部機械出現資金に被弾し、機関長以下17名が戦死、 航行不能となった。野分家は、駆逐艦長派に栄光され、二隻、嵐、有明の護衛下で、ショートランド白地へ撤退した。野分家を栄光したのは嵐で、対空戦闘の度に栄光中止となるため電源もなく、航行不能の野分家は、小銃で、対空射撃をするしかなかったという証言もある。また、ショートランド白地より、秋月型二番艦、寺慈月も出動。 深夜になり、野分けと合流した。この第三次輸送作戦は、失敗に終わった。12月10日、第四駆逐隊は現体に編入される。12月13日、野分けは、毎風に栄光され、二隻、嵐、谷風の護衛下で、ショートランド白地を出発。途中で、谷風、第十七駆逐隊は引き返し、第四駆逐隊三隻は、トラック白地へ向かった。 12月18日トラック白地に、トラック島白地到着後は、同地の浮きドックに入居、工作艦赤氏の協力を得て、外反の補修と推進軸系の応急修理を実施した。翌1943年、昭和18年1月15日、ネズミ輸送十字中の嵐は、アメリカ軍機の空襲で、被弾損傷、埋風に栄光されて、ショートランド白地に被退した。 2月4日、ガダルカナル島撤退作戦、化合作戦に従事していた第4駆逐隊、マイカゼが空襲により、損傷、長期修理を余儀なくされた。一方で、ノアケは、ラビ方面の戦いで損傷した第27駆逐隊白露を護衛しない地へ帰島することになり、2月16日にトラック白地を出発する。だが悪天候により、白露の損傷が拡大、二隻は、 サイパンへ退避した。上級司令部の命令で、野分家は白露を残し、横須賀へ帰島2月24日白露は25日にサイパンを出港し3月2日に横須賀へ到着した。母校に戻った野分家は、東京石川島造船所で本格修理を実施した。野分家が横須賀帰構の直前、2月20日、第4駆逐隊司令は、 有賀工作大佐から杉浦義美重大佐、太平洋戦争開戦時の第十七駆逐隊司令に交代した有賀は3月1日より高尾型重巡洋艦3番艦長会艦長。4月10日開戦時よりの和け駆逐艦長を務めた小川ご太郎中佐は第一総会大司令を命じられ、後日小川第七駆逐隊司令、浜名海兵団司令等を歴任。 のわけは、官長不在となった。6月10日、上風型区逐艦5番艦畑風区逐艦長、荒木正臣少佐は畑風、のわけ区畜館長兼務を命じられた。6月25日、畑風の艦長に、岡田誠一少佐が任命され、艦長兼務を解かれた荒木はのわけ区畜館長に、専念する。7月3日、荒木、 野分艦長は、吹雪き型区艦塩館塩艦長へ転任。それまでの塩艦長、神田武雄中佐、塩艦長以前は、高松宮信人新郎大佐五夫部官が野分駆逐艦長となった。神田艦長を迎えた野分の修理は7月25日に完成し、29日には横須賀港を出港。31日、山和型戦艦ムーサ連合艦隊長官。 小上根一大将座上、第五戦隊、明光、羽黒、空母運用、軽巡ながら、駆逐艦部隊、明けぼの、初風、のわけ、白露は、内地を、出発、8月5日、トラック白地へ到着した。同時期の8月6日、第四駆逐隊司令、杉浦義美重大佐、萩風座上指揮下の駆逐艦4隻、第四駆逐隊、萩風、嵐、 第二十四駆逐隊、航風、第二十七駆逐隊、シュグレによるコロンバンガラ島を輸送作戦中、アメリカ軍駆逐艦六隻に奇襲されて三隻、ハギ風、嵐、航風が、沈没、シュグ二十七7けるレ27司令原ため一大佐座城のみ生還した、ベラワン野戦。八月十二日、駆逐艦二隻、のわけ、白露は、大型艦三隻、重巡二隻、 熊野、途中で引き返す、鳥海、空母、運用を護衛してトラック発。8月16日横須賀機。8月27日、駆逐艦2隻、のわけ、白露は、大型艦2隻、空母、運用、補給艦、イラゴを護衛して、横須賀発。9月2日、トラック機。トラックに進出後は、戦団護衛任務に就いた。9月5日、した、浦司令は、 第四駆逐隊司令駆逐艦王の分けに変更した。9月15日、影老型二隻、萩風、嵐を失った第四駆逐隊に、浅潮型駆逐艦三雲が編入され、三隻編成、の分け、イ風、三雲となった。10月5日、連合艦隊司令長官は、第14戦隊司令官伊沢少将、戦隊機関形順中を、指揮官として、 陸軍第17師団の南東方面派遣任務、超4号輸送部隊の編成を加齢した。作戦に従事する戦力は、第14戦隊、中、伊須津、軽巡2隻、基礎、玉、駆逐艦4隻、のわけ、毎風、三雲、宇月、10月18日編入、輸送船団、栗田丸、ひ枝丸、五国丸、成長丸であった。第3輸送隊、のわけ、 マイフヒエダマル、クリタマルは10月10日トラック発、17日上海機、人員3320名と軍需品を搭載した。20日に出発して、ラバウルへ向かうが22日に、クリタマルが米潜水艦に撃沈され、目的地をトラック白地へ変更して30日に到着する。連合艦隊は、戦力の再編を行い、三席、三運、北消島る。 新井丸を第3輸送隊に編入、中敷下の第2輸送隊に第17駆逐隊、磯風、裏風を編入した。改変第3輸送隊は11月3日にトラックを出発したが、翌日米潜水艦の乱撃により冷えが丸が損傷し、さらにラバウル空襲のため一旦トラックへ引き返し、7日に帰着する。日武島る、新ルのラバウル進出は中止され、 第四駆逐隊の分け、毎風、三雲は、冷え丸のみを護衛して9日トラックを、出撃、12日ラバウルへ到着した。11月17日、第四駆逐隊司令は、杉浦義美み大佐から磯久しけ馬大佐に、交代した、杉浦大佐は12月1日より、秒高型重巡洋艦4番艦羽黒艦長となり、 ペナン沖海戦におけるハグロ沈没時に戦死。12月11日、第4駆逐隊、マイフー・ノアケは、第3戦隊、金ハ春ナを護衛して、トラック執行、16日午前10時に、サセボへ到着した。2隻は、横須賀へ開港され、18日以降横須賀で待機した。12月25日、ノアケ駆逐艦長は、森屋節市中佐に交代する。 神田は、翌年1月10日より、海軍水雷学校教官。1944年、昭和19年1月4日、従順洋艦あたご、4区2隻、のわけ、舞風は、横須賀を出港し、9日、トラック白地に着く。1月15日府で2隻、舞風、のわけは、南東方面部隊に編入され、ラバウル方面の輸送任務に従事した。 2月12日、トラック白地起動。だが、連合艦隊司令部は、トラック白地が空襲されることを予測し、2月10日の時点で、戦艦武蔵以下主力艦艇を内地もしくは、パラを退避させていた。2月15日、第4駆逐隊3番艦の三運は輸送船、朝か丸を護衛して、トラック白地を出発した。しかし2月16日深夜、 本土修理のためトラック白地を出港した第10、戦隊機関アガノが、米潜水の来撃で沈没してしまう。トラック白地に、有力なアメリカ軍機動部隊が接近しつつあり、米潜水艦はその先方であった。1944年、昭和19年2月15日、山雲、第4駆逐隊は、輸送船朝霞丸を護衛して、トラックを出港、サイパンへ向かった。 16日のわけは、4215戦団の一艦として、第4隊両艦マイフーと共に、巡洋艦港、特設巡洋艦赤木丸を護衛し、トラック諸島から内地へ帰還する予定だった。だが、予定は1日遅れ、上院に上陸許可が出たり、艦上で、映画上映、ドイツ映画、表しがなされるなど、楽観的機運が漂っていた。 2月17日午前4時30分に出港したが、午前5時より、トラック島空襲に遭遇することになった。第27駆逐隊、しぐれ、春雨は、北水道を通過し、空襲で損傷しつつも脱出に成功した。だが、第4215戦団は逃げ切れず、北水道通過後に、アメリカ軍機に捕捉された。空襲とその後の水上艦の砲撃により3隻、カトリ、 マイアカ赤木丸は撃沈され、マイフーと共に、磯久シ第四駆逐隊司令も戦死した。野わけは12時16分に、レイモンドスプールアンス司令官が指揮する米 IO 級戦艦2隻、ニュージャージー、アイオは、従順洋艦ミネアポリス、ニューオーリンズを確認し、12時51分に、ニュージャージーの砲撃を受けた。40センチメートル砲弾3発が右90度300メートルに、 落着、100メートルもの水柱が上がった。野分けは36ノットで回避行動を行いながら、ニュージャージーの正車を振り切って脱出した。一連の戦闘で、野分けは戦死者1名、重傷者3名を出した。魚雷を発射するチャンスは、全くなかったという。なお、アガノの救援に向かっていた中は、トラック白地北水道で、アメリカ軍機の反復攻撃を受け、14時過ぎに、 沈没した。サイパンに向かったのわけは、三雲と合流した後、2月24日、横須賀港に寄港した。横須賀帰島頃のわけは、第11水雷戦隊の指揮下に入った。第11水雷戦隊司令官、高間艦少将座長の軽順達隊以下、護衛艦9席、駆逐艦のわけ、朝風、夕凪、渦木、解剖艦、平戸、側転、巨一木。 20号総海艇をもって、東松2号船団、加入船舶12隻を護衛、サイパングアム方面への船団護衛任務に就く。3月12日、船団及び護衛艦隊は、キサラ雑機を出撃した。ところが3月13日未明、機関、タツタ及び輸送船の国高丸が、米潜水艦サンドランス、アセスサンドランス。 SS-381 の雷撃により、撃沈された、国高丸沈没3時29分、竜田沈没15時36分。国、高丸の運航指揮官、今野信夫大佐が戦死、高間司令官は竜田よりの訳に異常死の訳を、護衛艦隊機関とした。竜田生存者は平戸及び、駆逐艦玉波に分譲して、横須賀駅等、慶淳夕張も、 タツタの救援任務を中止して帰還した。3月19日、ノア警下輸送船団、高岡丸は途中分離、パガン島行きは、サイパンに到着した。別方面に向かう輸送船団、テニアン行き、巨、イツキ、柳川丸、トラック行き、津島丸、アトランチック丸、宇木、夕凪、エンダービー諸島行き、第一リ丸、側転は3月20日に、 東松二号船団から覗かれ、第二海上護衛隊の指揮下に入って、別行動を取る。3月23日、復興船団、護衛艦七隻、のわけ、機関、朝風、万寿、巨一機、第十七号区船艇、三十一号、三十二号、加入船舶十四隻は、サイパンを出港して内地へ向かう。途中、宗谷が、機関故障で脱落した。 4月1日、護衛艦隊は横須賀に到着して輸送任務を終了した。野分けが戦乱護衛を行う間、ま、第4駆逐隊に変化があった。3月25日、高橋亀代大佐が第4駆逐隊司令として着任し、三運を司令官とした。3月31日、駆逐艦万長が第4駆逐隊に編入された。4月7日、 のわけは、第十一水雷戦隊機関任務を解かれた。四月十日、第四駆逐隊司令駆逐艦は、三軍から満潮に変更となる。四月下旬、胴体は、瀬戸内海で、空母、飛揚の着艦訓練に同行した。五月十二日、駆逐艦七隻、遊雲型駆逐艦、周装、早島、玉葉、第二十七駆逐隊、しぐれ、第四駆逐隊、 満潮、のわけ、三運は、大和型戦艦に湾艦武蔵と、空母六隻、第二航空戦隊、巡洋、飛用、流頬、第三航空戦隊、千歳、千代田、随頬を護衛して、再起を出撃し、タウイタウイに向かう。5月16日に、同地到着、以降は、対戦紹介、航空戦隊の訓練警戒等に従事した。 6月10日より第4駆逐隊は、今作戦に参加した。ソロンオーキバチャン白地に集結した艦隊は、攻撃部隊、第1戦隊、ヤマト、武蔵、第5戦隊、明光、ハグロ、ケ野ジ駆逐艦、沖並、島風、朝雲、輸送部隊、青葉、絹、野分け、万長、三雲、四季並、浦並、津軽、五福島、 第36号区選定、第127号輸送艦、補給部隊、第2栄養丸、第37号区選定、第30号総改艇という規模であった。だが、アメリカ軍のサイパン来襲に伴い、今作戦は中止となり艦隊は北上し、小沢機動部隊本隊に合流、6月18日から20日のマリアナ沖海戦に参加した。のわけは、機動部隊部隊、 指揮官上島工事少将、第二航空戦隊巡洋、費用、流放、戦艦、長戸、重巡最上、第四駆逐隊、満潮、野分、三雲、第二十七駆逐隊、しぐれ、さみだれ、第二駆逐隊、周装早地も、第十七駆逐隊、浜風に所属。六月十九日、野分は、空母、随格の搭乗員二名を、救助。 20日には、空母巡洋の搭乗員3名を救助した。このマリアナ沖海戦で、日本海軍は、主力空母3隻、大砲、昇格、費用等を撃沈されて大敗した。4区2隻、野分け。3軍は、沖縄のカグスク湾で満潮と合同し、戦護衛を行いつつ、ラバオへ向かった。7月1日、第4駆逐隊、満潮、野分 三雲は、戦艦不桑を護衛して、フィリピン民ナオ島のダバを出発。二日から七日まで、ボルネオ島タラカンに滞在した後、八日、タラカン発、十四日、高知県スクモワン到着、十五日横須賀帰島。この間の七月十日、第四駆逐隊に駆逐艦朝雲が編入され、定数四隻、野分け、満潮、三雲、朝雲を回復した。野分けは、 母校で、整備修理を行った。7月30日、空母随法、駆逐艦4隻、第61駆逐隊、初月、秋月、第4駆逐隊、の分け、三人は、小笠原諸島、伊王島方面への輸送作戦護衛任務に従事する。輸送船団は、南方諸島、伊王島への緊急増援任務を背負っていた。8月2日、随の護衛任務を終えて、 横須賀機、駆逐隊司令官を満潮に変更した。この後、輸送船団は、アメリカ軍機動部隊に捕捉され、松型駆逐艦一番艦松井加大損害を受けている。第四駆逐隊は輸送船の三角陽丸を護衛して、佐世保へ移動後に、戦艦春名と合同、8月15日に佐世保を出港して21日シンガポールに到着する。以後、 銀河白地で訓練に従事した。冷凍機械戦において、第四駆逐隊は分散配備された。高橋司令指揮下の3隻、満潮、朝雲、3軍は、西村昌司少将率いる、第一遊撃部隊第3部隊、通称西村艦隊。戦艦2隻、山城、不相、従順、斎場、駆逐艦、しぐれに所属しており、 野わけとは別行動で、0手1突入を目指した。野わけのみ単艦で、第10戦隊、司令官、木村進少将、機関矢萩直属となり、第17駆逐隊、浦風、磯風、摂風、浜風、石雲型真相と共に第1遊撃部隊、栗田艦隊、第2部隊、指揮官兼第3戦隊司令官、鈴木義雄中将、戦艦混合、 はルナに加わって参加した。10月23日、栗田艦隊は、パラワン水道にて、米潜水艦複数隻の襲撃を受け、司令長官、栗田武雄中将座長の従順あたごと、姉妹艦マヤが沈没、従順高をも大破して、駆逐艦2隻、長波、朝島及び水雷艇ひ踊りの援護下で撤退した。10月24日、栗田艦隊は、 アメリカ軍機動部隊艦載機の空襲を受けた。野分けは第二部隊臨慶人の戦闘に配置されていた。この対空戦闘で戦艦武蔵が沈没、従順妙高が光りなりして撤退、駆逐艦二隻、深層、浜風が武蔵生存者救助のため分離する。第十七駆逐隊は浜風の分離で一時的に三隻、裏風、摂風、磯風になったため、 のわけが、浜風の大艦として行動することになった。10月25日未明の、冷凍機械戦すり顔海峡野戦で、西村艦隊はしぐれ一隻を残して、全滅、第四駆逐隊三隻、満潮、朝雲、も、三雲も、沈没、第二遊撃部隊、島艦隊の、軽巡阿武熊も喪失した。阿武熊の鎮は26日、同日午前7時以降、 クリタ艦隊は、アメリカ軍護衛空母部隊と遭遇し、追撃戦となったサマール島沖海戦。第10戦隊、ヤハギ、ウラカゼ、イソ風、セップー、ノわけは、米護衛空母軍に対し多数の酸素魚雷を発射すが、遠距離雷撃のため一本も命中しなかった。アメリカ軍駆逐艦撃沈を、ヤハギはのわケに漂流している、アメリカ兵を救助したか尋ねたが、 のわけは、収容せずと返答している。この一連の戦闘において、司令官、白石万流少を率いる、第七戦隊、最上型従順洋艦、熊野、鈴屋、トネ型従順洋艦、トネ、ちくまは、大きな損害を受けた。熊野は、艦首にひかみなりし、戦闘不能、戦線を離脱。鈴谷は、酸素魚雷に誘爆して沈没。ちくまも雷撃を受けて、 高校不能となった。当初は、雪風が救援に赴く予定だったが、野分けに変更されたという。野分けは、千区救援のため、栗田艦隊から分離した。11時20分、野分けは栗田艦隊司令部、戦艦山和座城中に、千区の位置を問い合わせている。その後も野分けは、千区の乗員救助を行い、千区を大撃処分した、すでに沈没していたとも言われる。 撤退する山と以下、栗田艦隊本隊から遅れたため、10月25日の深夜に、サンベルナルジの海峡手前ウィリアム・ハルゼージュニア提督、率いる、米高速戦艦部隊、ニュージャージー、アイオワ機関、軽巡3隻、駆逐艦8隻に捕捉される。アメリカ軍はノアケを巡洋艦もしくは、大型駆逐艦と判断していた。ノアケは、米軽巡センス、ビロクシー、マイアミ、 駆逐艦応援、ミラーによる砲撃を受け大破。最後は駆逐艦の魚雷を受けて沈没した。艦長以下272名全員が戦死した。野分県に上艦していた120から130名のくま乗員もアメリカ軍に救助された1名以外同じ運命をたどった。アメリカ軍によれば沈没地点。同海戦では従順町海の沈没後救助に当たった。 駆逐艦藤波も撃沈され、2隻とも、総員行方不明となった。1945年、昭和20年1月10日、駆逐艦の訳は、知らぬ日形駆逐艦、帝国駆逐艦席のそれぞれから除籍された。全滅した第4駆逐隊も解体された。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。